セガサミーホールディングスセガグループセガインタラクティブセガ AM に株式会社セガ AM にはかつて存在したセガの開発士会社1983年10月1日設立セガの体感ゲーム専門開発チームとして発足開発分室スタジオ128第8研究開発部を経て第5前2次研究開発部後に 第2ソフトウェア研究開発部通称、AM2 兼、AM2 と呼ばれていた一部署だった。発足当初から、アウトラン、スペースハリアー、バーチャファイターシリーズなど数多くのヒット作を生み出し、アウトランに登場するヤシの木をモチーフにした、ロゴマークと共にゲームファンの間で広く知られていた。2000年2月18日に、セガ文社化の一環として、 第二ソフトウェア研究開発部は CSK 総合研究所に組織統合されるという形で独立した。この時期に発売されたシェンムー第一章横須賀のクレジットはセガではなく CRI になっていた。2001年8月1日に社名をセガ AM にと変更。代表取締役社長に鈴木久志、代表取締役に 鈴木博士が就任する。後に、鈴木博士は2003年10月1日に新設されたデジタルレックスの社長に就任する。2004年7月1日にセガの他の開発士会社であるセガワウ、ヒットメーカー、アミューズメントビジョン、スマイルビット、ソニックチーム、デジタルレックスとともに、再びセガに統合され、セガ第二研究開発本部となった。 古会社時代に最後にリリースした作品は、アウトランに、アフターバーナークライマックスだった。しかしその後も、AM2 のヤシの木マークは作品に使われ続けている。2015年4月1日のセガグループ再編に、伴い、セガ第2研究開発本部は、セガ第1研究開発本部ともども株式会社セガ、インタラクティブへ継承され、 セガインタラクティブ第2研究開発本部となった。現在のセガインタラクティブ第2研究開発本部開発作品も含むアストロシティミニ発売目前。広志章三吉武志治氏に聞く FM 音源に彩られた1980から1990年代セガサウンドの裏側広志章三吉武志治インタビューに4回ページ1 週刊ドリームキャストマガジン2000年10月13日号92ページビデオゲームの語り部たち第二部バーチャファイターのプロトタイプに込められた石井聖一氏の人生 R&D スタジオ文社再編に関するお知らせセガ2004年5月18日セガグループの再編及び新会社設立のお知らせセガプレスリリース2015年2月12日 グループ内組織再編とそれに伴う一部市会社の名称変更に関するお知らせセガサミーホールディングス2015年2月12日セガグループ再編によりセガを分社化して新会社3社を設立コンシューマー事業部門はセガネットワークスを吸収合併してセガゲームスエオン GAMER.net 2014年2月12日ありがとうございます